はい、小倉です。小倉です。トルクといえばゴルフキッド、はい、ということで、今日もその、はい、前回伸び上がりとか、はい、スウェーの話ですけど、スウェーに対するアプローチをやってきましたけど、はいはい、今日はトップの位置から、はい、打つところで必要になる動きとエラーパターン、テイクバックからそうそうそうするところまでで必要な、そうですね、まあ、エラーパターンをちょっと説明して、それの改善、それに必要な、はい、まあ、トルクエクササイズを、はい、やろうと思います。やってくる。はい。はい、なんで実際にやっていきましょう。実際に。はい。で、初期が引きでいきます、はい。トップからインパクトまでに起こるエラーとして、はい、まあ、今のシャローイングって言って、はい、体の近くをできるだけ通って、はい、ハンドファーストで打つっていうのが、まあ、主流で流行ってるんですけど、はい、僕もそうなんですけど、はい、多いのは外から内に出す。で、内に出して、このフェイスターンで球を取られて打つんで、フェイスターンがうまくいってるときはまっすぐ打つ、フェイスターンが遅れたりとか速かったりすると右に行ったり左に行ったり、で特に外からカットするような打ち方をするんで、スライスがドライバー取るとそうです、そうです、なんでできるだけインサイドから出したい。で、ってなると後ろ向きですけど、トップの位置からヘッド立てちゃうとこう出てきて、外が出てますね、はい、ヘッドを寝かせるっていう作業が必要になります、うん、寝かせて体を回すと体の近くになるんですよね、ヘッド立てて体を回すと外なんですよね、うん、なんでこの寝かせる、寝かせるっていう作業が必要だから、そうそうそう、その寝かせる作業に必要な体の可動域があるんで、そうです、で、まあ、いろいろあるんですけど、はい、まず一番はこれ皆さん、ね、はい、間違ってるんですよ、おみんなね、全然脊柱はねじれてないのに手だけなんですよ、本当はしっかりとねじって体とクラブの位置が遠い位置に来て、はい、前回の動画でやった下半身指導、下半身指導すると手が遅れてきますよね、はい、手が遅れると必然的にこう落ちるんですよ、落ちるからそのターンだと触れるんだけど、はい、みんな全然捻転がないのに、はい、手で上げてるんですよ、って手で上げてて手だけ自分で落ちるんですよ、おでボディーターンすると何が起きるかというとベースドッキングです、そうですね、だからこっちに、はい、ただ手でひょいってあげて、はい、外旋と小屈っていうんですけど、こういう動きが大事だよって雑誌とかにも出てるんで、はい、これだけ真似をさして振っちゃうんで、あれあれ、そう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 、っていう現象で、まず大事なのはしっかりと胸椎をねじる、ねじる、でクラブと体を遠い位置に、正面から見た時に反対側の肩が見えるぐらい、見えますか、正面から見えますか、もうちょっと回した方がいいですね、うんうん、でオーバースイングにならないかっていう不安があるんですけど、はい、実際ここまで回して、はい、実際使うのって手前なんですよ、うん、だから練習の時はちょっときついかなぐらいねじらないと、で下半身指導すると絶対にクラブを動いてくるんで、フェイスがクラブが倒れて内側から出ます、であとやっぱり胸椎の回旋っていうのはめちゃくちゃ大事で、めちゃくちゃ大事、この間ね、腰痛でやりましたけど、はい、でヒンジやるときに腰から起きちゃう、うん、まあ、そういうことっすよ、そうです、そうです、だからエクササイズ的には一緒になるんだけど提携してやる、そうです、はい、なんで、3つぐらいちょっと3つやろうと、まあ、胸椎の回旋、そうです、回旋エクササイズをこれから、はい、やろうと思います、早速ね、やっていきましょう、はい、では早速、はい、やっていきます、やっていきましょう、3つエクササイズやりますね、はい、1つ目、シンボックスといって股関節を90度してくださいですね、で正面に向かって両肘をつきます、はい、これでもうちょっと上半身だけ左についてるんですが、はい、見えますかね、こういう状態で、今骨盤と胸椎は逆方向向いてるのでこれ捻転さが生まれます、で息を吸いながら吸って吐きながら肋骨を左に回していきます、そうですね、結構これ肋骨がねじれてる感じがあると思います、ケツもすごい太い、そうですね、下側のケツもきますね、
で息を吸って吐きながら、そうです。でこれがどん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 ねじれていかないとトップのネジが作れないんですね。そうですね。大体6回ぐらい呼吸するようなイメージでやっていきます。でこのままエクササイズの続きがあります。はい、胸椎をねじった状態で左のお尻を下側の膝に向かいながらねじっていきます。するとお尻がめちゃくちゃ伸びるんですね。OK、戻しましょう。もう一度、ぐるっと。ゴルフの時って、まあ、回旋動作が必要だと思うんですけど、はい、回旋する関節って、はい、まあ、腰椎じゃなかったですよね。腰椎じゃなかったですね。股関節と胸椎でした、ね。関節と胸椎。はい、で今の椅子で両方できる。両方できると。はい。本当に教えてくださいな。急にエクササイズ。これをまあ両方やったもん。両方、必ずやってもらってね。はい。どっちの回旋も必要ですか？どっちの回旋も。じゃあ2つ目、はい、で今度は腰椎をしっかり固定した状態で、はい、胸椎を動かしていきます。このエクササイズ両手を合わせて手を開いていくっていう風にするんですけど、まあ、多いエラーがそうですね、手だけいっちゃって肩甲骨内転しなくて肩が前に出てしまう。これだと胸椎の回旋出ないので、では今回頭の下にしましょう。ちょっと難しいんですけど、肩甲骨の内転をしっかりと意識します。でその状態で骨を開いていく。そうすると肩甲骨の内側のちょっと下のところに収縮を感じます。はい、感じます。もう一度、はい、まあ、僧帽筋のね、サブ繊維とかそういうところが働くんですけど、トップの位置を高くする、遠くにするときって胸椎の回旋だけじゃなくて、はい、右手の右側の肩甲骨の内転も必要です。なので、この動きでしかないという動作を学習する、うん、で僕はなぜこの立ち位置かというと、腰椎に膝を置いて、腰椎ができるだけ動かないようにしてる、うん、OK です、はい、じゃあ実際に、はい、自分で腰椎を固定して、はい、胸椎を動かしていくスライドですので、はい、スパイになりましょう、はい、で今回このバルスライドを使うんですけど、はい、ご自宅とかだったらフローリングタオルで十分です、はい、はい、はい、じゃあ右手にバルスライドで左手の下を通してなるべく遠くに、でこっちの肘曲がっちゃったんですか、曲がっていいですか、そうですね、で戻しましょう。うわ、四つ這いすることで腰椎が回転しにくい状態を作って胸椎の方を出していきます。 OK、 もちろん両方やっていただきます。はい、でこうやって胸椎の回転を出していくと、でこれまで上げてる動画にもあるんですけど、はい、キングの緊張とかで回旋出ない人もいますし、まあ、回旋っていろんな問題があるんですけど、はい、それは動画に載せてるので、はい、ぜひそちらの方見てください。回旋型腰椎、そうですね、はい、でこれで、しっかりと高いトップの位置を使って、はい、作ってボディーターンでインサイドからクラブを出していく、はい、とあのスライスとかフックとか出にくくなる、ポンポンの可動域を締め出していくというか、そうですね、はい、大事ということで、はい、というわけでまだまだゴルフ編続きます、はい、次回も楽しみにしていてください、はい、ありがとうございました。